ーワールドチャンネルはイオンモール鈴鹿の提供でお送りします。
最終戦、ホーム最終戦、前半の最終戦、本当に応援ありがとうございました。本当に苦しい中あったと思うんですけど、シューターズの皆さんがその応援してくれてるおかげですごく心強かったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。現地で行われる世界選手権なんですけど、今の日本がどれだけ世界に通用するかっていうところをしっかり自分の目や体でしっかり体感して、2019年の熊本の世界選手権と2020年の東京オリンピックにつなげれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。私は世界選手権に出るのが初めてなので、思い切り楽しんで今自分のやれることを全部出していきます。応援よろしくお願いします。12月1日からドイツで、ワールドカップ戦ってきます。精一杯日本のために、力を尽くしていきたいと思ってますので、日本代表と、ミューマルクラスのアイリスの応援、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。